妻、エリノアとオーウェン・ラティモアは、アメリカ合衆国の中国学者。第二次世界大戦前には、太平洋問題調査会の中心的スタッフを長く、務め、また戦時期には、中華民国の小介石の指摘顧問となるなど、合衆国の対中政策の形成に関与していたため、戦後は、マッカーシズムの標的の一人となり、迫害を受けた。1942年、 中央アジアの探検、研究に対して、イギリスの王立地理学会から、金メダルを贈られた。大東亜戦争について、日本が立派にやり遂げたことは、アジアにおける、植民地帝国の19世紀的構造を破壊した、ことだったと述べている。著書、ミツルスにおける、猛古民族の中で、中国は確かに、 西洋列強の反植民地に転落したが、同時に中国は、モンゴルやチベットなどの諸民族に対し、西洋列強よりも荒烈な植民地支配を強制し、無数の漢民族を、モンゴルの草原に入植させては、軍閥政権を打ち立て、現地人が少しでも抵抗すれば、容赦なく虐殺しており、西洋列強と中国に比べて、神聖の満州国は、 モンゴル人の生来の権益を守り、民族自治が実現できている、と評価している。ありがとうございます。